はい、どうもカオスマイスターと申します。対戦相手の方が見つかりました。ヤマトさん、お相手のパーティーはドサイドン、トゲキッス、ミミッキュ、ドラパルト、アーマーガー、ヒートロトムと。はいはいはい、これはねどうしよっかな。まずそうだな、ルンパッパだな。これはリザードン結構きつい、リザードンがきついんでルンパッパ、まあでもリザードンいけなくないけど、ちょっとヒートロトムがどうやっても倒せないんだよな。ヒートロトム相手のパーティーからしてこっちに刺さってるから出てくるし、だからルンパッパは OK。 ルンパッパ、そうだな、ルンパッパとエルフーンは出そう。じゃあバイバニラ、エルフーン、ルンパッパか。いや本当にエルフーンでいいんか。いやエルフーン大 いけるな。はい、これでいいでしょう。はい、さあ、ヤマトさん対戦よろしくお願いいたします。ダイジェットを起点にしていきたいですね。ロトム繰り出し、ヒートロトム、こっちはバイワニラ、そうですね、いきなりオーバーヒートを打ってくるんだったらちょっと起点にしたいですね。ここは居座りましょう。倒されてもいいです、オーロラベールで。ボルトチェンジだったらうまいし、オーバーヒート、はい、オッケー、当たらないでいく、これはうまい。じゃあね、吹雪打ちます。これはうまいぞ。相手ここで深読みしてほしいわ。オーバーヒート当てる、当たらない。相手運ねえな。オッケー、こった、これはうまいぞ。相手2回命中率 90% の技を2回外して、こっちの氷を 30% こっちでしまって動かない。これはすごいわ、これはすごい戦いだわ。さあこのままね、吹雪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 で押していきましょう。さあ相手運ないですね、凍ってしまって動けない。やったー、これね、ロトムを無償で突破、最高っすね。これこれだからポケモンやめられないっすよね。さあ相手怒り爆発でしょうね。これ多分ね、途中で切断されてもおかしくないわ。ドサイドン、オッケー。じゃあね、そうだね、ここも吹雪で行きましょうか。相手ここでダイマックスしてくると思うんで、はい、ダイマックス。さあダイマックスして、そうっすね、ダイマックスをして、こっちの吹雪、これ直帰だな、弱点保険じゃない、直帰だ。ダイロック、すげえ、さすがドサイドン。ダイロックパワーがすごいっすね、パワーが。これで落ちる、おー落ちない、ギリギリ落ちない。じゃあフリーズドライで、はい、最高っすね。フリーズドライ、ダイロック、ここダイロックじゃなくて地面技で特防を上げた方が良かったんじゃないかなと思いますけど。さあじゃあね、ここルンパッパ出していきましょうか。
さあここルンパッパで、それでこれ大ストリームか大草原どっちにしよう。まあ一応大ストリームでいくか。水も草も、お交代してきた。ここ交代で何出してる。ドラパルト、よし、じゃあ見せてやれお前の火力を。リンパッパ、まだオーロラベールがあるからなんとかなると思うんすよ。みんなドラパルト入れてるよ。ドラパルトミミッキュ、俺はもう使わねえよ。じゃあもう大ストリームでまずは一発。なんか出ちゃったよお前。さあここで雨を降らしていく。もう一回大ストリーム、もう耐えられないんですから。こう 1.5 倍になるんで、半減といえど普通の状態で、雨降ってない状態でここまでなんで、さあもうこれお相手勝ち目ないんです。勝ち目ないんじゃないですかね。大ストリーム、はい、オッケー。最後ドラパルトじゃないな、ドサイドンなんで当然耐えられないんでフィニッシュですと。オーロラベールはなくなった。この試合マジで採用するのか。まあ採用するしかないでしょうね。じゃあ大ストリームでフィニッシュですと。大ストリームでフィニッシュです。いやこれお相手がね、運がなさすぎましたね。はい、対戦ありがとうございました。ドラパルト対策に何か入れっか。はい、ヤマトさん対戦ありがとうございました。ドリームゲート王座を4回取ってるヤマトさんに勝ったということで、勝利のドリンクのコーナー、こちらファンタレモン、ビタミン C レモン80個分、マルチビタミン1日分、ビタミン B 群1日分、ナイアシンパントテン酸果汁 1% を飲みたいと思います。プシッとですね。じゃあ入れいえーす。あーうまいわ。あーうまい。いやしかし24時間勤務の後のこの爆睡からの、日高屋で飯からの、ポケモンバトルですよ。いやほんと疲れるわ、しんどいわ。でもこうやってね、視聴者の方がいる限りやっていきたいって思ってますんで、私でね、まあそのなんて言うんでしょうね、このポケモンをやってて思うんですけど、毎回毎回こう次のパーティーどうしようかなってこう基本のパーティーは決まってるんですよ。リザードン、ルンパッパ軸っていう自分が使ってる。で他の4体をどうしようかなと思ってるんですけど、この24時間勤務のせいでなかなか決められないんですよね、パーティーが。でなかなかパーティーが決められないで思い出したんですけど、ハプキトーマスター、あいつ本当ふざけてますよね。カオスマイスター計画の邪魔をしたりね、ほんとキンプロ時代にキースカルのなんか家に当時全日本の寿司のカードを送ったりして、キースカルからなんか、なんでなんだハプキトーマスター、あいつに住所を教えてないのにあいつからカードが来るん、カオスマイスター教えたんみたいに言われて、ほんと腹立ちますよね。濡れ衣を着せられたんですよ、ハプキトーマスターのせいで。ほんと余計なことしてんじゃねえと思いますよね、俺がやってんのに。で俺が絡んでるやつらと急に絡みたがったり、なんか SNS で俺が絡んでるやつの名前を出したりするんですよ。それがもはやもうカオスマイスター計画の邪魔っていう感じなんですよね。俺が花鳥風月の結城と絡んでたら、いきなりなんか結城とかいう名前を SNS 上でやったり、ね、書いたり、ふざけんじゃねえって感じですよね。シェリー少女くたばれ。